セレッソ大阪、丸橋祐介。幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。始めた頃の憧れの選手は、中村俊輔選手であったり、僕も左利きなんで、同じ左利きの選手としてこうすごくうまかったし、パスとかもすごいいいところに出すんで。中村俊輔、芸術的なフリーキックで海外でも数々の伝説を残した、日本が世界に誇るファンタジスタ。僕フォワードだったりトップ下とかやってたんで、ポジション的にも似てたので、はい、よく勉強してました。でまさかこう同じフィールドで戦えると思ってなかったので、そこは本当非常に嬉しいですし、とんでもワクワクしてたんで、マッチアップしたら、できるだけこうやられないようにしっかりと止めたいなと思います。丸橋祐介のヒーロー。